しこたまノンリミットスタイル。しでーす。こたでーす。まです。しこたまです。いや、いいです。ラグがすごいでございますけど、いやー、皆さんお久しぶりでございます。お待たせしております。なんかもう千秋のここにはちょっとあれですね、まや懐かしのいつかの僕たちがああーかわいいねえ。去年かねこれ、うん、そうですね、去年あの移動中に作ったやつ。そうこんなこれだって私たちが来て洗わないまま使ってるやつやから、うん、あ、そうや、そうそう、今年こんなこと考えられへんなって思って。変身タイプのやつや、うん、そうそうそう、もう濃厚接触ですよ。まあというわけでね、今回はこうやってね、遠隔で、しこたまさんに集まっております、はいはい、いや皆様元気でしたか、うん。いやもうね、あれなんかさっきも話したけどね、今日が、何高知でライブをしているっていうね、バン、そうですね、その日に集まってこうやって、ね、話してるわけですけどね。まあなぜこれをやり始めたかと言いますとですよ、まあ今年どうなるのかってきっとみんな分からなかったと思うんですよ、しこたま待ってくれてた方々にはね。でまあまあ結局この時間帯までね何もできずにいちゃったんですけど、まあどうせならなんかこう喋ってそれをなんか配信しちゃおうぜみたいな、そんな感じで、まあ結論今年は、しこたまはこれだけです。しゃーない、それはしゃーない。いや、ケイチさんももう指ぷよぷよになってしまったらしいね。いやもうほんまに、そうもう終わったよ、あいつはもうミュージシャンとして終わったよ。終わったよ、だから他人事との指をおる気でここに。来年からは千秋と二人でちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあ退出しまーす。まあ本当にね、来年どうなるかっていうのもまだ見えないですけれども、まあやれたらいいねっていう形ではいるんですが、本当はね、今年ね、その四国ツアーもそうなんですけれども、まあ、12月に限らずラララ音楽祭とかね、そのやれるきっかけを増やしていこうじゃないかと、そのやり始めた理由っていうのも、まあ僕たち20周年なわけですよ。そうなんですよ、いよいよ。そう、来年が20周年はちょっとね、千秋も加入してからの、まあ千秋含めての20周年ですから、うん、もうこれは盛大にやるぞと。そうっていうことで、ちょっと今年はいろいろやろうと思ってた矢先のこれですから、うん、なかなかこうね、何とも言えない気持ちにはあるんですが、まあ、それをね思ってた今年ですから、来年どうしようかねっていう気持ちなんですよね。そうですね、例えばこうなんかもうカーニバル的なね、こうサンバのカーニバル的なこうそういうコスチュームしてあ、いよいよこいつ壊れたなと、こいつら壊れた。変身タイツの。いやいや。去年の赤タイツの時点でだいぶ壊れたっていうのは言われてましたけど。あれで壊れたんだから、もう壊れるしかないわけだ。もう正直会えたり、ライブできるだけですごく多分テンション上がったり嬉しくなるんだけど。いやー、そうです。それ一個超えたいわけじゃない。うん、超えていこう。そしたらもうやっぱサンバのカーニバルなんだよな。なんかちょっとその直結、まあそう、うん、そうなのかなって思う自分もちょっともう染まってしまうって。ほらお楽しみに。いやでもまあみんな楽しみにしてねくれてる方もいらっしゃるっていうのはね全然分かっているので、うん、なんかこう、はい、その皆さんのためにもね、来年こそは、うん、来年こね、新しい曲も書きたいしね。去年もすごかったもんね、あの宇宙展。そうでしたね。作ってその2時間後とかにはもうレコーディング始まって、レコーディングも当日アポイントで、うん、ごめん言うて iTunes 夜11時。しかも出来上がったばっかりだから、誰もそのどういう感じで撮るかっていう答えを知らない。俺なんかアルバム作りたいな、なんか。いや、もう20周年ってなったらそうでしょ、うん、いや、いいっすね。何曲入りのやつあるんですか、それ。
何曲、まあフルで10から12 よかった1枚組でよかったいやー怖い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 まあ相変わらずふざけておりますが、はい、気持ちは本当に、また会いたいっていう気持ち、また歌いに帰りたいっていう気持ちですので、また、まずは皆さんのご無事を祈りつつ、うん、今年はこの感じで、来年にまたね走っていこうかなと思いますっていう感じですかね。はい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 、ということでやんないよ、はい、もうやんない、もう俺きっかけだもん、全部終わるのもそうっすよ、始まるのも、うん、そうなの、俺がしなしでーす、わだでーす、わでーす、しこたまでした。またお会いしましょう。良いお年を。良いお年を。Ah!